はい、中年おたきです。今日はね、緊急事態宣言中ということもあり、外出を自粛される方もたくさんいると思いますので、ゴールデンウィーク前にね、本州道路、本州と四国を結ぶ道路の、なんて、鳴門、神戸淡路鳴門道路、を走ってみることにしました。天気も良いことですし、ドライブ動画ということで、まあ適当に鳴らしてみちゃってください。ちなみに早送りとかそういうのはありませんので、端からずもうね、そのまんま、1時間以上の動画になると、思いますがね、まあ好みであれば、お楽しみくださいということですね。普段はね、カメラチャンネルね、写真、特にフィルムカメラに特化した、チャンネルを、運営しておりますが、ドライブ動画が意外と好調で、実はドライブ動画がね、常にランキング上位なんですよね。そんなわけでね、今日は、ドライブ動画、まあ本市道路、神戸淡路鳴門道を徳島県側から、明石まで、走ってみようと思います。それでは動画スタート。BGM なしもね、ちょっと寂しいので、まあ、YouTube の、ミックスリストでも流しますかね。コマーシャルが入ってしまうと思うんですが、夏メロで行こうと思います。で、いきなり薬師丸ひろ子が出てきましたが、いつもね、適当にね、いろんな、音楽を YouTube で聴いててね、自動的な組み上がったミックスリストになるんですけど、とんでもない組み合わせになったりしますけどね、これがね、あまりにも幅広い曲を聴くんで、なんか YouTube の、アルゴリズムもね、迷ってるらしいですね。ここはね、国道11号、今北向きに走っています。徳島から高松に向かう方向ですね。で、もう鳴門インターに入っていきますね。さっきね、左折した交差点は県道鳴門池田線になりますね。はい、ここから高速に入っていきます。ちなみにね、運転している車は、日産ディーゼルじゃないや、今 UD トラックスクオン、令和2年式、走行距離が31万4638キロ現在ですね。1年で31万キロも走っちゃったんですけど1年半か、排気量が1万 3000cc、 エンジンの馬力は410馬力です。現在積み荷が、11トン600なんで、まだだいたい車の総重量が24トンぐらいになりますね。いいスピーカー、低音が効くスピーカーをお持ちの方はね、加速時の、エンジン音がなかなか、渋いエンジン音になりますので、サブウーファーなどをお持ちの方はぜひつないで聴いてみてください。結構迫力のね、重低音が、響くと思います。1万3000cc ですけど、直列6気筒なんですね。直列6気筒のインタークーラーターボディーゼルになります。燃費はだいたい、全線高速だとリッター 4.1 から 4.3 ぐらいですかね。600リッターのタンクを積んでいますので、だいたい捨てガスを100リッターとして、2000キロぐらいをね、巡航できるということになりますね。
最近そんなに聞いてないんだけどな。
園の一部になるんですけど、観光施設になりますね。展望台とかお土産物屋さんとか、大鳴門橋架橋記念館とかいろいろあって楽しめるところになります。ここから、大鳴門橋になりますね。もう完成して何年だ、35年目になるかな、まあ、高校2年生33年目になるかな、わかんないや高校生ぐらいの時にね、高校2年の時に完成したのかな。完成した時はアジア一の吊り橋でしたが、今はもう10位以内にも入ってないんじゃないかな。でこの真下はね、渦潮で有名な、鳴門海峡、淡路島側からも徳島県側からもね、干潮線って言ってね、あの渦潮を見る船が出てます。あと徳島県側に渡ると大鳴門橋の下にね、渦の道って言って、あの渦潮をね、あの歩いて見れる、上空から歩いて見れる施設がありますね。コロナが明けたらね、ぜひ来ていただければと思いますね。ちなみに渦潮はね、ゴールデンウィークぐらいが一番大きくなります。タイヤのすり減り方とか外径とかでね、変わってくるので、まあ一概には言いますね。
もうマクラーレンが行きましたね。最近マクラーレンよく見るな。淡路島はね、特にこれといって何もない島なんですけど、玉ねぎとアナゴがまあ名物かな。玉ねぎはね、淡路島の至る所で購入することができると思います。本州とか四国とかで買う淡路玉ねぎと全然違いますので、淡路島にお越しの際はぜひ淡路玉ねぎをね、購入していただけたらと思いますね。まあよそで売ってるのは多分偽物だと思いますね。淡路の玉ねぎの特徴は、調理をしていても目が痛くならないんですね。です非常に甘みが強い、美味しい玉ねぎになりますね。アナゴはね、西側のね、県道をね走ってると北、淡路の 北からちょっと行ったところにね、あちこちね、あのアナゴのね、料理店が出てます。お店の名前忘れましたが、グルメガイドとかで、ね、行っていただければいいと思います。もううなぎと変わらんぐらいうまいですね。非常に美味しいアナゴが食べてますね。なぜ淡路島がアナゴなのかちょっと、ね、僕は知識がないんでわからないんですけど、非常に美味しいアナゴ食べれますので、お越しの方はぜひアナゴを食べてみてくださいませ。アナゴ弁当とかもありますし、お店でイートインできるところもあるようですね。
なかなか綺麗な海だと思います。瀬戸内側で波も穏やかですし、夏は注目だと思いますね。出れるようになってバス停があるんでね、出れるんですけどね、出てすぐのところに玉ねぎ屋さんがあって淡路の玉ねぎを購入することができるので、淡路にね寄る用事がないけど玉ねぎ買いたいって人はここで買ったらいいんじゃないかなと思いますね。ちなみにね出て、5分ぐらいね山道を歩くと、何だったっけかな、サンビレッジ淡路だったか何だったっけかな、温泉施設とかね非常に、サンライズ淡路だ、サンライズ淡路ってね温泉安くね入れるところもありますんで、旅行中にねこちら立ち寄って温泉だけ使っていくっていうのもいいと思う。多分ね300円か400円ぐらいで温泉入れたと思うんですけど、僕も何回か入ったことあるんですけど長いこと入ってないんで忘れちゃいましたが、非常に安くなります。ホームページもありますので営業時間とか確認してねご利用していただければと思いますね。山登るって言ってもそんなに険しくないです、ちょろっとですね。玉ねぎと温泉が楽しめるパーキングエリアですね。まあ、上り車線だけです。下りは何もありません。
では一番大きい町になるのかな。ちょっと詳しくはないんですが、オノクロアイランドとかを利用する人はこのインターになるのかな。オノクロアイランドっていうのは、まあ、遊園地っていうかテーマパークがありますね。あのミニチュア、世界の、ね、名所をミニチュアにしたところがあってね、そこそこ楽しめると思いますね。で近くにはね、海産物屋さんとかもあって、お土産にも困ることはないですね。はい、洲本インターを通過です。
神戸淡路鳴門道の起点が神戸西になるんですね。神戸西から先は山陽自動車道になります。まあ、ご覧のようにね、淡路島は何もないんですね。
ある曲を適当に組んであるのかな。
淡路サービスエリアまで、約10キロ。
サービスエリアの目前のこの坂のあたりは実は電波がないので有名でして、ドコモ、au、ソフトバンク、楽天、まあ、どのメーカーの、スマートフォン、携帯電話も大体入れます。大切な話をするときはここ以外でということですね。巨大な建造物を、建造していて、地面に
なる可能性もないんじゃないんでしょうけど、まあそこは究明されてませんね。阪神淡路大震災はね、6000名ぐらいが亡くなった、もう大惨事になったわけなんですが、それがこの橋が原因となるとちょっとうーんって感じがしますが、まあ因果関係は解明されてないようです。結構ね、20年を超えて、建設されて20年を超えましたが、道とかはね結構荒れてきてますね。ちなみに明石海峡大橋も、大鳴門橋も、駐停車禁止です。観光で来てる人が頻繁にね橋の上で止まって記念撮影してる人がいますが、引き殺されても文句は言えませんので、ご注意くださいませ。ちなみにね結構覆面パトカーがうろついておりまして、止まっていたらパクられます。そんなわけでね、止まらないように、ここは観光施設ではなくただの交通道路、橋、しかも高速道路です。駐停車禁止となっておりますのでご注意ください。
神戸西インター、まで約 8.2km、そこで、神戸淡路鳴門道は終了します。鳴門インターと神戸西、までが神戸淡路鳴門道なんで、全線きっちり走り切ったことになりますね。鳴門インターから、四国側は高松自動車道になります。今まだ登り坂登ってるんですよね。
料金所まで 1.3 キロ、になってますけどね、まあ、ここからね下り坂になっていくんですね。はい、下り坂になっていきます。下り坂に入る直前くらいから排気ブレーキを入れるのがコツですね。いかがだったでしょうか。これね、まあ、あのコロナ騒動で、まあ、あの外出できない、外出自粛になっておりますので、まあ、外出してる人もいっぱいいますけど、そんなわけでね、できればね、こういう動画を見て、お楽しみいただき、まあ、あのステイホーム、していただければと思いますね。皆様、感染に気をつけて、お過ごしください。それでは今日の動画はここまでになります。普段はね、カメラチャンネル、フィルムカメラに特化したね、カメラチャンネルになっておりますので、チャンネル登録など、できれば、よろしくお願いします。あと、高評価、コメントの方もお待ちしておりますので、どしどし、お願いします。高評価もね、ポチッと押すだけなんで、今すぐにでも押していただければと思います。高評価、コメントの方はね、何か感じたこととかありましたらね、ぜひともお願いいたします。それではまた。ごきげんよう。またね、そのうち、ドライブ動画上げていくと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは皆様ごきげんよう。さようなら。